踊り流し郡山うねめ祭りは、福島県郡山市にて毎年8月第一金、と、日の3日間行われる祭り、東北豪雨祭りの一つに数えられる場合がある。郡山市と郡山商工会議所が中心となり、郷土の伝説である、奈良時代の宮中女官の、うねめ物語を主題として作られた祭り、日本最大級の大太鼓。 十尺大締め大鼓が響く中での踊り流しを中心に様々なイベントが行われる。郡山市中心部の JR 郡山駅西口駅前広場一帯と駅から伸びるメインストリート駅前大通りの終点までをメイン会場とし市内片平町の山の井農村公園などをサブ会場として開催される。初日には山の井農村公園内にあるうねめ神社にて 奈良の市長やミス、奈良と共にうねめく要塞が行われる。また、同時に、亀の放流も行われ、市郊外にある西部ショッピングセンターを会場に、ちびっ子ねめ祭りが開かれる。初日は、メイン会場以外での行事が中心で、メインイベントであるうねめ踊り流しも行われない。ことなどから、実質的には、初日が前夜祭りの性格を持つ。二日目以降は、 メイン会場の駅前大通りで、うねめ踊り流し、ひょっとこ踊り、うねめ大鼓、ミスうねめパレード、浴衣でうねめコンテストなどが行われる。メインイベントのうねめ踊り流しでは、踊り寺がパレード形式で竹飾り上鎮で彩られた、駅前大通り一帯を出しと共に踊りながら進む。うねめ踊りは、職場、学校などでチームを組み、団体参加するのが基本であり、開催日前には、 市内各所で踊りの稽古が行われる。踊り流しの際に演奏される十尺大締め太鼓は、日本最大級の直径3.3メートルを誇り、祭りのシンボルの一つとして定着している。1955年10月に、市政発展のため、荒池にて、第1回の、うねめ祭りが開催された。当時は、荒池湖畔の南側広場に祭壇を設置して、うねめく要塞を行い、 うねめ100体が描かれた20層の灯籠船や、4度を装飾した屋形船を浮かべ、うねめや勘女巫女を乗せて、池を一巡するスタイルだった。また、氷山消防署協力の水中噴水、東北電力提供のサーチライトの演出、花火の打ち上げなどもあった。しかし、資金難を理由に百9 6 2年を最後に、その後は開催されなかった。1965年に、 旧郡山市と朝霞郡旧華町村が合併し、市民が一体となれる祭りを催したいという機運が高まったことから、郡山市と郡山商工会議所が中心となり、郷土の伝説である奈良時代の宮中女官のうねめ物語を主題とした祭りとして、郡山うねめ祭りを開催するようになった。通常はこの年を第一回としている。1993年には、 うねめ祭り30周年を記念して、岩代国氷山うねめ大鼓が作られ、祭りに加わった。2002年からは、祭りの参加者の浴衣姿のコンテスト、浴衣でうねめコンテストが開催されている。ゲスト審査員には、著名人が招待されることが多く、過去には、ファッションデザイナーの、越野純子や越野由ま、女優の長山愛子、サッカー元日本代表の上昇寺などが、 ゲスト審査員を務めている。2011年には、震災復興のため、郡山市出身の西田俊幸が招待され、踊り流しに登場した。2015年には、ミラノ万博のジャパンデーパレードで披露された、8月の第一期、金、土に行われ、福島わらじ祭りと同じ日程となる。かつては8月2日から4日まで、その後、毎年8月の第一金、 日の3日間に開催されていた。ありがとうございます。